こんにちは。こんにちは。じゃあ今回は第何弾ですか？第2弾です。第2弾？あ、ファッションコーデで、あ、企画としては第4弾ぐらいですね。というわけで今回の企画はこちら、ファッションコーデ対決。早速ゲストの3人をお呼びしましょうか。はい、じゃあゲストの3人どうぞ。どうぞ。新徳島の背番号18の服部俊也です。新徳島背番号29番の大会です。まあ誰も分かりません。どうす、新徳島10番の久保田蓮です。まあ2人とも強敵なんですけど、2人とも頑張ります。ちなみに最近私服着たのいつ？私服着たの？私服着たの？あの私服とか私服じゃない。私服に興味はないですね。一番バッターは誰ですか？服部選手。お、いいですね、服部選手。はい、噂では私服を持ってないと。そうですね、なんかちょっとそのなんか聞いてます。そうだね、まあまあまあ。どんな私服？私服を持ってない彼が、興味もない彼が来てくる私服。そうですね、はい。じゃあ、早速お呼びしましょうか。はい。服部選手、お願いします。すみません、注文お願いします。君の電話番号は？はい。ナンパをしたの？そうですね。はいはいはい、はい、まあ、海のね、イメージで夏のコーデなんで、はい、私服やん。誰なんだそれ？これ、自分のです。じゃあちょっと、ポイントがいっぱいあるんだけど、はい、自分の中でのこだわりっていうのは、どのあたりか、まず。ポイントは、帽子ですかね。帽子だ。あ、そんな、もう、そんなね、帽子だよな。帽子で、これは兄にもらったので、もう、そうだね、兄弟にも出してみたいな。似合ってる。似合ってる。いい感じ。これは、キャラに合わないとか、海で拾ったんじゃない。ちょっとアクセサリーは、なんか、YouTube でちょっと分析して、うん、出たなお前 YouTube すごいなそれやりたかった YouTube でもちゃんと分析すのやつ、分析結果として、はい、2つ以上ちょっとつけろと。おお。で、カジュアルもバランスよくみたいな。やばい。まあでも綺麗にね、分かってるけど。ちなみにどこで買ったの？その服、この服はゾゾタウンです。ゾゾ…あ、ネットでネットでね、全部。こっちは、自由。あ、靴は？靴は、何？ナイキで、これナイキです。あ、これ、ナイキですね。もうね、綺麗な。ちょっと、帽子、後ろにしてみて。あ、ごめん。じゃあ、ちょっと、ファンの方に向けて一言、新生服部の一言。そうですね、今年はちょっと成長したいので、こういう服装もちょっと成長していきたいと思います。アピールポイントですか？そうですね、アピールポイントは、じゃあ兄ちゃんに最後一言で早く出ていけ。また来て。バイバイ。次は2人目ですね。はい、2人目は誰ですかね？久保田選手。10番ですね。はい、2年前の地熱の、はい、ホテルの、はい、部屋に、はい、中学校の体操、はい、名前つぶす。サインが普通に久保田って書いてあるんですね。びっくりした。チームジャージするのに。じゃあ久保田選手お願いします。今からこの疲れまで話したい。
で、ポイントは？ポイント、そうですね。まあ、歌ってシンプルに仕上げたつもりではあります。うん、まあ、確かに。面白みがなさすぎて、さ、虹色かなっていう。そうですね。大以上に、なんかきっちりしてるね。大体勝負するときはそれで。そうですね。行く感じ。はい。ネックレスは何なの？これ、エンプレアアルマの。まあ、そう。ネックレスそれポイント？これもポイントっすね。ちょっとこれかぶってって、これ。ハントリーの兄ちゃんが、おぉ、あ、お前の方が似合ってあげるわ。何個ぐらい持ってるの、シングルにしては。そんなに、あんまり興味ないんだよ。4着。あ、4着をこう、ローテーション回して、近々からそれを着ていただいて。なんで笑ってんの？ほんなえよ、お前。今度全然1回だけですから、リーグの時となんかちょっと。まあでもそれぐらいのきっちりしたのが別にいいんちゃうかな。ファンの方に最後一言言って、早く出て行ってください。まあこれからはサッカーも続くんで、まあ、勝てるようにまあ頑張るんで応援をしてもらいます。頑張って、頑張って、10番つけて頑張ってよ、頑張ってよ。結構2人とも期待しとった2人が普通に来ちゃったから、そうやな。ちょっともうちょっといじめがいがあるような、最後の感じでいこうか。じゃあ3人目です、期待選手ですね。はい、じゃあ早速お呼びしましょう。はい、はい、じゃあ期待選手お願いします。はい、僕とデートに行こうぜ。一番もなかったもんないし、手で入ってもちょっとやりに行きましょうか。朝からどこ行くの？それで、デートに行くんです。はい、うん、まあまあまあ、やらしいな。今いくつですか？19歳です。19歳。お職業は？介護をしてます。車は何か、ゲレンデ？いや、違います、タンドです。まあ、まずそのね、一番ドーンとあるビトンですか、そのカバンはおいくら万円にするんですか？これは35万円。ちょっと待って、ちょっと比較します。はい、はい、久保田選手の一番はこのやっぱりクレスの何万円でしたっけ？アルマーニ。おいくら万円？おいくら万円？これ、もらい物なんですけど、はい、大体どれくらいですか？2万、3万円ぐらい。んで、15万円。財布とこの2円も出てない。それはもしかして、ちょっともう一回見せてもらっていいですか？それはもしかして、ビトンの全席キーです、それ。何これ、免許でとコインケースになってますね。絶対スポーツカー乗ってるやろ、それは。やったんです。ちなみにそれはおいくら前か？それは5万円くらいです。あ、それが一番安い。その次は口開いてる。その次はその次多分これは、これ多分6万円ぐらいかな。何ぐらい？そんなすんねん、 T シャツなんて。ちなみにその靴はいくら？エルメスです、うん、これは10万ぐらい。総額なんぼになる。中身どんなのがあるの？他にあと何か出てくる？なんか本の財布です。財布何個ある？こっちは、こっち側を入れすぎたら、答えを取られるんで、こっち入れようと思って。そんなだって14、15万するんじゃん。
こっちが15万で、こっちが多分20万。そうやな。って考えたらもうほんまに100万近くはまあまあ行くんだろうなっていう。ちょっと勝手に入ってみた。ああ、いいよ。その2人組いいよ。いい。ちょっとかぶせたらめっちゃいいな。一気に。ああ、一気だな。一気に3万円で。姉ちゃんに謝るよ。謝る。一番のお気に入りは？わ、靴ですね。あ、そうなんや。はい。かわいいんじゃない？そういう靴似合うのおしゃれよな。はい、そうなんです。なかなかな。じゃあ、まあ、またちょっと視聴者プレゼントでもどれか。そうですね。ありますか？え？視聴者にプレゼント。なんか、プレゼントで。そうですね。なしで。そのカバンはどうですか？これはダメです。これダメ。最近パパに。まあまあちゃんと家族でこれ。ありがとう。ゴムも喋れ。パパとママいつも感謝してます。ありがとうございます。何に感謝してる？何に感謝してる？欲しいものばかり買って。ブランドも多分いらないの、うん、何を返す、うん、何を返そうと思って気持ちいい。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそいいお店でもらいました。はい、ありがとうございました。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、今感想の方を聞いてですね、また行ってもらいましょう。どっちから行きますか？そうですね、そのまずあの新しいちょっと自分を見せたかなと思います。何がポイントだったっけ？ポイントは、うん、この帽子。いいね。彼女を募集中です。いけるそうですね、まあ、夏のファッションということでちょっと難しかったんですけど、うん、まあ、いい戦いができたんじゃないかなって思ってます。はい、そうやな、ってました。勝ち入れてるもんな。そうっす、全部親の金なんで。素晴らしい。はい、素晴らしい。今回は感謝してください。はい、本当にね、感謝してください。まあ、でも見て、後輩や先輩方、はい、どう勝てそう？いや、結構圧勝。いや、そうでもないです。金額出たら、金額出たらまあ、あっしょ。YouTube、インスタ、Twitter の方から、コメントをいただき、選手の1位を決めたいと思いますので、あの皆さん、どしどしコメントをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。フォローと、いいねとグッドボタン。一緒や。フォローと、いいね。はい。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。だって服部が持ってね。お前まだ